波の子族は、富士の花貝科に属する二枚貝で、西日本の砂浜で普通に見られる波の子貝や主に、東日本で見られる富士の花貝、九州などで見られる小型の種九州波の子及び、琉球波の子が含まれる。日本では、ラトーナ族やチオン族に分類されてきたが、近年では、欧米の種とまとめて、ドナックス族に含めて記されることが多い。 富士の花がエドナックスセミグラノーティス三角形に近い形をして拡張は1から3センチメートルで、殻幅は薄い。拡張は後方による。色や模様は変異が多い。二股に分かれた水管と長い足を持つ。角内面は紫色を帯びることが多く、外頭線の湾入は深い。日本では本州以南の各地の砂浜で普通に見られる。 波の子貝と富士の花貝は砂浜に波が寄せるとき突然砂中から踊り出て波に乗り満潮のときは高い位置で引き潮のときは低い位置で素早く砂浜に潜ることによって潮の干満に応じて砂浜を上下する九州波の子と琉球波の子は波乗りをしない種によって住み分けられる傾向があり一つの浜には同じ種が多数見られることが多い 死神夜の地層から化石が見つかっている。砂浜で波に乗って多数の貝が移動するのが見られるため、古来から波の子や波遊びと呼ばれてきた。一般には市場に流通しないが濃厚な旨みがあり、良い出汁が出て美味。大西洋産の波の子類はコキーヌと呼ばれる。琉球波の子日本産のドナックス属の貝には以下の種がある。 欧米産の種をいかに一例として記したが、日本産に比べて、横に長い形をした種が多い。ありがとうございます。